はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファークライプライマルの続きをやっていこう。現在は、ここのかがり火におります。村人が今、87人。そして、職人ウォガーの新しいクエストが発生してて、ウォガーはこの前に珍しい羽をこの辺で回収したけど、まあ、人物のクエストどんどん進めていけばその人物のクエストまた新しく増えていくんだろうね。で、資材集めも兼ねてもうちょっと北の方のマッピングに行きたいから、とりあえずすぐ近くにいるサイラのクエストやろう。コンボに火つけて、ああここ下降りないといけないな。待てよ、目的地にアイコンつけて、あっちか。北の資材が全く手に入ってこないから、手に入らないから、回収したい。370。誰かいるな。んー、誰だあれ。ウーダム？二人いると思うんだけど、はい。あ、一人だけ。やった。そして食べるか。食べる。オッケー、向こうまで目指そう。また明るいよ。ウィンジャー？ファシュナ林。なんだあれ、奥にいるのは人か？あ、敵じゃないね。あ、この人か。これは別のクエストだね。北寄りのところに結構来てるけど、ここに、サイラクエスト？骨の洞窟で行方不明になったウィンジャの狩り人を探せ。ハンタービジョンな感じだ。あっちだね。あ、ノースシダーあった。オッケー、これちょっと、たくさん欲しい。これでクラフトで、何ができる？これか。両手持ちコンボ。お、両手持ちコンボになった。オッケー。これはじゃあこうやって、あ、なるほど、これで、あ、一つのコンボを両手で持ってるっていうか、なんか寒いなここ寒さとの戦い、現在の服ではすぐに凍死してしまう。本当に、1段階パワーアップはしてるんだけどな。10分で尽きる。あ、次アップグレードしたら完全防備なんだ。え、ちょっと待てよ、火つけよう。待て、足跡どこ行った？足跡。足跡これだよな。あ、火つけてりゃ大丈夫なんだ。あー、はいはいはい、なるほど。じゃあ火はつけよう。ダンタンデン、ここっぽい。骨の洞窟あった。両手持ちになったことによってどんくらい強くなるんだ。なんだこれ、背骨か何かの骨があるんだが、これもだよな。骨たくさん落ちてる。動物の声がコンボ落ちてる。これ燃やしとくか。おお、登ってきた。ほら、コンボ燃える燃える燃える。どうした、ケーブライオンだ。
おお、登ってきた。痛い痛い痛い。両手持ちの方が強いかも。逃げてる。オッケー。リワードスタッシュ増加で、忍者の狩り人探せって言うけど大半骨じゃないのこれ。足跡上にある。いるか。こっち登ってきたのか。こっちにまた先がある。え？え？後ろの方から声が聞こえた気がしたんだけど、違う、これ戻ってきたな。後ろか、やっぱり。なんかヘルプミみたいに聞こえる。え？どこ？あ、そこいた。狩り人に回復用の植物を渡せ。え？待て、虎がいる。両手持ちコンボ。あっと、ビーストキル。まだいる？巣の中の獣を倒せ。どっかにまだいるな。あ、おお、え、こいつもライオン、なんか違うな。ケーブライオンじゃない。痛い痛い痛い。燃えてる燃えてる。あ、でこいつちょっと強いと思うぞ、こいつ。あ、で倒しちゃった。サーベルタイガーだ。サーベルタイガーって結構最初の方に襲われたあの動物じゃないの。サーベルタイガーって手なずけられるのかな。手なずけられない、まだ。狩人助けてあげよう。狩人よ、出てきていいぞ。大丈夫、一人で戻れる。骨の洞窟完了。さあ、サイラクエストは完了だね。マップ。天才もなんか増えてる？クエスト。全体マップを見る限りでは、この人結構気になるけど、なんか多分、この人も呼べるんだろうね。いや、呼べなさそうだな。ウダムの砦を制圧し、戦士長だから。戦士長になってるから。でも戦士長となんかあるんだよな、クラフト。何なんだろう。ちょっと北の方をもうちょっと楽に生きるようにしておきたいから、この2つ制圧したいな。ノーマル。かがり火の制圧に行こう。あ、眩しい。眩しい、すげえ眩しい。眩しいけど、寒いから、なんかごたごたあるな。褒めてる誰か。話し声がする。あっと、これ裏を取ってんのか。2人、テイクダウンいける、これ。はいはい。オッケー。違うな、これ別の人だな。向こうにいるノースシダーが欲しい。あ、火消えた。まあ、10分は耐えられるならまだ大丈夫か。 OK。 うん、もう一人いる。ああ、たくさんいる。どんだけ。だけどこんだけ距離があるならテイクダウンで一人ずついけそうだ。よし、そろーっと近づいて、はい、よいしょーい。そっち頼む。よいしょ。あ、いつの間にかテイクダウンしてそのまま引きずれた。
大丈夫かい。さあ、で、かがり火が向こうなんだが、あ、欲しかった資材がそこら中にある。ノースシダもたくさんある。さあ、人口もちょっとずつ増えつつあって、あれ、かがり火か。火つけとくか。フクロウ召喚。1人2人3人。あ、こいつね、このアイコンは敵の増援呼べるやつなんだよな。紀元前でも笛とか作れるから、古代的なやり方で仲間呼び寄せちゃうから、あいつ先に倒したいんだけど、3人だけ。そしてあんまり北に来すぎてるから、もしかしてもう防寒できてない、これじゃ。そうか、どっか、そうだ、かがり火点火して、あ、そんなことはない、防寒回復してる。この辺の気配りちょっと難しそうだな。あ、で、そうだ、ちょっと行けるか、行っちゃった。今こんなものを使います。あれ、これ見せたっけな、前に。見せたかわからないけど、このもともと投げれるこの石ころがこんな風に投げれるようになって、これ頭に当たったら倒せます、敵一撃で。間違った、弓。2人？待てよ、これこうやってテイクダウン。あ、全部やった、よし、ラッキー。これウダムか、これウダムなのかがわからない。あー、でこんなところに焚き火がある。あ、かがり火点火。着いた。オッケー、これで北へのファストトラベル楽になった。村人3人増えた。もうそろそろ100人まで行くな。木の葉、あ、希少だ。さて、もっと、あ、スキル2ポイント溜まってるから、最終スキルこれで全開にしちゃおう。 OK、 これで最終がさらにはかどる。じゃあ次に、あ、結構見えてきてる。そして危険な動物もたくさんいる。マンモス火を恐れないのか。ケーブベア、これ結構危ないな、こっち。危ないが、ここおまけにハードだ。洞窟拠点なんだ。ここ制圧に行きたい。制圧に行こう。あ、なんか作れるようになってる。クラフト。槍だ。槍のアップグレードだ。オッケー。あ、なんか槍が、さらにやりやりしくってなんだ？やりやりしくなった？ヘイリーになった？いや、なんも見えない。うわあ？なんだあれ？敵っぽい。ここ滑り降りていけるね。敵っぽい。ああ、毒投げるやつだ。ノースシダ取ってテイクダウンしちゃおう。はい、あっちもテイクダウンしちゃいたいが、いけるね。何の鳴き声だ。はい、危険な生物たくさんいそう、ここ。何の鳴き声。あ、こいつはなんだっけ、名前忘れた。倒してみればわかるか。ちょっと様子見てみよう。やられて、うわー！
おおこの野郎おえ、待て待て待て、ほら、お早い早い、すげえ早い、待て待て待て、あ早すぎる早すぎる、ちょっとちょっとちょっとダメだあれ、いやいけるか、よし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 、ほら倒した、こいつもサーベルタイガーだ、サーベルタイガーめちゃめちゃ速いな、これ手なずけれたらすげえ強そう、あオロスの血だあった、オロスの血があった、これ作れる、凶暴化ナイフ、ええ、クラフトも順調に進んでるな、そしてさっきサーベルタイガーに倒されたあの動物、え死体消えちゃってるや、ダメだ、洞窟目指そう、なんかゴタゴタ起こってる、マンモスは喧嘩売らなければ大丈夫、マンモスは喧嘩売らなければ大丈夫、だ喧嘩売ると集団で襲いかかってくるから注意、ウィンジャだ、マンモスに乗れるパークまだ取ってなかったもんな、二人ウィンジャーはもうみんな助けてあげちゃおうね、これこっち来てる、大丈夫か、違うこいつ、なんだ、ええちょっと、なんでさ何もしてないじゃん、だ早い早い早い、ああ死ぬ、痛い、死んだ、どういうこと、何もしてないじゃん、死んでるブラックライオン、生き返って、なんで前もマンモス結構理不尽な感じなのか、洞窟この下にあるらしいけどよくわかんないな、索敵しよう、どこだ洞窟、笛のマークがあるんだけど、あれ敵、敵じゃない、なんだこれ、あ緑の墓、入り口どこだこれ、洞窟、ちょっと周辺探すか、うん見つからない、見つからないというか、これってタカール見えるのか、これタカール見えてる、あれタカールだ、そんなことはいいとして、袋視点で入り口どこだ、洞窟、煙が出てる、あこっから入っていかないといけないのか、もしかして、じゃあ敵いるんじゃないのこれ、プロ、敵いる、敵はいないのか、いないけど入り口はここっぽいな、あぶつかるぶつかるぶつかる、ここじゃ行くか、下からどっかグラップルできるところあったはず、ここから降りよう、なんか足跡あるぞこれ、誰の足跡、あ、なんだこれ、肉、この先だな、洞窟ってことはちょっと立ち回り難しくなりそうだな、寒そう、あ、いる、袋呼べ、あ、
黒を呼べないという欠点がある。自分で索敵するしかないんだ。知ら、そんなに敵が多いわけではなさそうだけど。いや多い。ああ上にいるの。これ見つかる？見つかるね。どうしましょう。あれ上倒して大丈夫なのかな。フクロウを呼びたいのにフクロウが呼べない。あいつこっち見てるしな。あ奥にもいる。結構難しい布陣。どうしようかな。ああいつ後ろに下がった。と弓に持ち帰っとこう。あそこにもいる。二人いる。あっちにもいる。なんだ動物見つかった。まさか。ああ見つかった。あいつ倒さないと。あ当たんない。待て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 、この野郎。よしほら、いや了解せ。ああ増援呼ばれた。テイクダウン。あ全員やった。ステルスにならなかったけどかなりスピーディーに倒せた。警報発動なし。拠点とかがり火は別か。 OK。 あ仲間来てたの。あ違うな、仲間が来てたわけじゃない。ライオンが見つかっちゃったのか。じゃあジャガーにすべきだったかな。ステルスマックスだから。アイテム回収しよう。さあスタッシュをもらったらなんか作れるものができた。お弓だ。いい弓だ。強くなった。二連弓ってのもあるな。これも武器の切り替え。 OK。 さあまだどっか行けそうだけどどうしよう。マップスキルは今1ポイントか。他の拠点も行ってみたいな。ここハードだ。どうしよう行こうかな。いや今回ここまでにしとくか。じゃあ今回ここまでにして、ちょっと長すぎてもあれなので、今回ここまでにして、じゃあ次回はハードのかがり火のダッシュと、あとカルシュ、マンモスライダーのスキルが必要。あこれ事前スキルが必要なんだ。マンモスライダーってことはどっかにあった。これだ、これ必要なんだ。じゃあこれを動画外で得ておいて、ここ制圧、そして次回ここの戦士カルーシュに会いに行く。これでいこう。それじゃあ、今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。